ウボンラーチャターニー県は、タイ、東北部の県の一つ。シーサケート県、ヤソートーン県、アムナートチャルーン県と接し、ラオス、カンボジアとの国境を有する。ウボンラーチャターニーの郡、コーンチアムは、コーラート第一最大の川、ムーン川が、メコン川と接する地点である。この後メコン川は、大量から離れ、ラオス内部を通ることになる。また、ラオス、 カンボジアとの接点は、エメラルドトライアングルと呼ばれる。これは、この地帯のモンスーンによって育まれた森林があったかも、エメラルドのように緑色に茂っているからだと言われる。タイの先住民族は、ネグリトのマニ族である。イサーン地方から中央ラオスには、s i コッタボーン文化が栄えた時期があった。紀元前1500年頃にファタームの壁画が描かれた。 その後、クメール王朝の領土になった時期を経て、タイの民族移動が起こり、タイ族系のアユタヤ王ラーマーティボディー一世が、この地に住んでいた、クメール人を撃退し、この地域を、アユタヤ王朝に組み込んだ。アユタヤ王朝が1767年滅びると、カー族やスワイ族が住み着くようになったが、20年後、チャクリー王朝のラーマ一世は、この地の有力者。 ターオ・カンポーンを国主に任命し、1786年、この地は再び、タイに組み込まれた。同時に、現在のウボン・ラー・チャーター・ニー氏も建設されている。あとの1792年には、ウボン・ラー・チャーター・ニー県が成立。その後、ナコーン・ラー・チャ・シーマー県に組み込まれたこともあったが、1933年、再び県として成立した。1972年、 1993年には、県内の一部がそれぞれ、ヤソートーン県、アムナートチャルーン県として独立した。国境を越えて、ラオスのパーク西軍へ接続されている。大国有鉄道東北線によりバンコクまで通じている。本県のメイン駅は、県名と同じウボンラーチャターニー駅であるが、県庁所在地である。 ムアンウボンラーチャターニー郡にはなく、ワーリンチャムラープ郡に位置する。1日に22本の列車が発着し、特急列車利用によるバンコクまでの所要時間は、約8時間である。県省、ウボンラーチャターニー県は25の郡に分かれ、さらにその階に219のマッチタムボン、2469の村がある。ムアンウボンラーチャターニー群シームアンガマイ群コーンチアム。 軍、クワンナイ軍、ケインマラート軍、デートードム軍、ナーチャルワイ軍、ナムユン軍、ブンタリック軍、トラカーンプートポン軍、クットカーオプン軍、ムアンサームシップ軍、ワーリンチャムラープ軍、ピブンマンサーハーン軍、ターンスム軍、ポーサイ軍、サムローン軍、ドーンモットデーン軍、シリントーン軍、トゥンシーウドム軍、ナーヤイ軍、ナーターン軍、ナオスアコーク軍、サワーンウィーラオン軍、ナムクン軍の地図軍と地図の番号が対応している。 ありがとうございます。